岩浩二18歳野球部のピッチャーだ。最近また速くなってるな。浩二調子良さそうですね。ああ、浩二に藤、それに柳、初の甲子園出場も夢じゃないな。俺たちは今年が最後のチャンスだ。絶対甲子園に出場するぞ。おお、頑張るぞ。んだよ、みんなあいつばっかひいきしやがって。そりゃ俺はあんなに速い球投げらんねえけど、努力してる時間じゃ負けねえのに。鉄、一緒に投球練習やろ。ああ、おまけにこれだよ。余裕ぶって情けでもかけてるつもりか。いちいち尺に触る。数日後、肝試し？もうすぐ本格的に夏に向けての練習が始まるだろう。今のうちに部員みんなでできることがしたいんだよ。確かに気分転換にもなるかもね。じゃあ決まりな。近所の廃墟で一人ずつ回るってことで。肝試しか。オッケー、タイム競ってビリ決めようぜ。じゃあ一番手はコーチな。俺？なんだよ、ビビってんの？ナンバーワンピッチャー様もお化けは怖いか？わかったよ、行けばいいんだろ。さすがに夜の廃墟って雰囲気あるな。てか普通に怖すぎる。足元注意しないと。あれれ、おいおい、こんな時間にガキが出歩いてんじゃないよ。何、肝試し？なんだこの人たち、なんかやばそうだな。すいません、もう帰りますんで。いやいや待ってよ、何その態度。俺ら何もしてなくね。生意気だな、殴っちゃおうかな。はあ、マジでヤバいこいつら。おい、ちょっと待て、お前もしかしてモナコのコージ？野球部ピッチャーの。はい。うわ、マジかよ。実は俺らタワゴト校で元野球部だったんだ。お前の活躍は噂でよく聞くぜ。お前らの世代当たりなんだろ。初の甲子園出場応援してっから。ありがとうございます。いや、絡んで悪かった。怪我とかしてねえか？大丈夫ですけど。ほんとごめんな。じゃあ気をつけて。なんだったんだ浩二、ずいぶん遅かったの。やっと戻ってきた。いや、それが男二人に絡まれた。なんだよそれ。別に怪我もしてないしいいんだけど、なんか俺のこと知ってたっぽくて。俺がたまたま一番手だったから殴られずに済んだのかもしれないけど、もし藤たちが最初だったらと思うと。逆によかったじゃねえか。さすが偉大なる当主様は運もお持ちみたいだね。なんだよ鉄のやつ、そもそもあいつが肝試しやろうなんて言い出したんだろ。まあ、とにかく危ないし今日はもう解散しよう。また明日からの練習頑張ろうな。数日後、ここ最近練習漬けとはいえもうスパイクがダメになるとは。あれ、鉄も来てたのか。おい鉄。ちょっと待て鉄、まだお金払ってないだろ。コージ見てたのかよ。なんでこんなこと、早く店に戻ろう。今さら返せるわけねえだろ。このことは誰にも言うな。はあ、今行けば許してくれるよ。俺も一緒に。もし許してくれなかったら部活にも行けなくなるだろ。俺がどんだけ練習してるかお前は知ってるだろ。見逃してくれよ。数日後、まだモヤモヤする。結局あの後逃がしちゃったし、野球に真面目な鉄がなんで万引きなんか。練習のストレスとか。やめてください。あれってこの間の、なんで鉄も一緒にいるんだ。早く金渡すか遊ぶかどっちか決めてくんない。俺らどっちでもいいよ。ちょっとあんたら何やってんですか。鉄、この人たち知り合い？あらら、浩二くん。鉄、お前とことん運ないね。まあバレちゃったなら仕方ない、もう全部言えば。ちょ、先輩、どういうことだ。いろいろ説明してくれ。俺らさ、鉄の中学の先輩なので、こいつが懲らしめてほしい相手がいるから廃墟でそいつをボコしてほしいって頼まれたわけ。でも言ってびっくり、まさか浩二くんだったなんてね。とにかくこの子はもういいですよね。君気をつけて帰って。ありがとうございます。で、いろいろ本当なのか。ああ、そうだよ。なんでこんなこと、全部学校に報告するからな。はあ、なんでだよ。それじゃ部活を辞めさせられるだろ。万引きのことは黙っててくれたんだし、これもついでに頼むよ。いや無理だ、大体万引きだって俺は納得も何もしてないんだ。どういう事情があれ、カツアゲも何もかも犯罪じゃないか。偉そうに説教してんじゃねえよ。お前に俺の気持ちはわからないだろうが。
大して努力もしてないくせに偉そうにすんな。お前の気持ちとこの一件と何がどう関係あるんだよ。俺はこうでもしないとエースになれないんだよ。エースってまさかお前そんなことのために。そんなこと、俺はエースになるためにこんなろくでもない先輩に従ってんだぞ。そんなことって何様なんだよ。おい、誰がろくでもないって。後輩だからって甘やかしすぎた。ふざけんなよ一人よがりが。お前少し頭を冷やした方がいいよ。あれから数日後、結局鉄はもろもろの悪事がバレて退学処分となってしまった。悪い先輩と絡んで中学生カツアゲしてたんだって。被害届出たって聞いたし、ただじゃ済まないんじゃない。鉄なんでこんなことを。なんかその先輩にパシられてたんだろう。万引きもそれでやらされてたって聞いたけど。まあでもその二人も捕まったんだっけ。ここで落ち込んでいたら今までの努力が全部無駄になる。浩二、落ち込む気持ちはわかる。俺だって悲しい。でもだからこそ次の試合に本気で勝ちたい。鉄のことを気にして練習をおろそかにしたくないんだ。そうだな、浩二の言う通りだ。最後の夏だもん、悔いのないようしなきゃだね。あー、なんでこんなことに。たった一度卑怯な手を使ったせいで全部台無しにしちまった。浩二が才能に甘えないでたくさん練習していることくらい気がついていたのに。天才が人より努力してる。それが認められなくて引きずり下ろそうなんてバカな真似をしてしまった。数ヶ月後、初戦突破おめでとう。この調子で優勝目指すぞ。ああ、あれ鉄？見に来てたのか。声かけてくれれば。浩二ごめん。俺本当にバカだった。お前に嫉妬して卑怯な手使って本当にごめん。鉄、あんな真似してもう野球なんてできないって思った。けど俺やっぱり野球が好きなんだ。高校じゃもう無理だから大学に行ってからまたやろうと思ってる。でも浩二に許してもらえないと俺は前に進めない。野球は誰のものでもない。好きにしたらいい。じゃあ反省してるんだろう。もう二度とバカな真似しないって誓ってくれるなら俺は許すよ。誓う誓うよ。俺浩二に負けないくらいすごいピッチャーになってみせるから。ああ、その時はスポーツマンらしく正々堂々戦おう。